皆さんこんにちは。人生ハードモードチャンネルご覧いただきありがとうございます。本日はですね、12月1日日曜日、東京ディズニーシーに来ております。ただいま8時50分です。ご覧の通りですね、アクアスフィアの前すごい人で溢れ返っております。今東京ディズニーシーステーションからですね、撮影をしております。今日はですね、ホテルミラコスタから東京ディズニーシーへ入園するご報告を紹介したいと思います。あちらに見えている通路、奥に見えますでしょうか。東京ディズニーシーステーションからミラコスタまで通じるこの通路ですね、こちらを通ってミラコスタに入り、でそこからミラコスタから東京ディズニーシーに入園していきたいというふうに思います。皆さんいつも東京ディズニーシー来るときに東京リゾートラインを使ってくる方も多いと思います。この先頭車両の部分にですね、改札がありまして、ここをくぐって東京ディズニーシーのミラコスタの方面に歩いていきたいというふうに思います。私ミラコスタから入園するのは今回初めてなんですけれども、普段もですね、この東京ディズニーシーリゾートラインに乗った時は先頭車両に乗ってこの改札から出て、この階段を降りてですね、すぐ下に降りていくというふうにしてショートカットをしております。でちなみにこの今のコースですね、階段を降りていくと東京ディズニーシーのミラコスタのホテルにつながるこの通路に出ることができます。結構ですね、長い道のりなんですけれども、景色がすごく良くて、東京ディズニーシーに入る時の入り口を真上から見ることができます。これ開園前に上から見るっていうのも今度、やってみたいと思っていて、すごく、景色がいいので、もう人の列が上から一ポッと見れるんじゃないかなと思いました。こんな感じですね。こちらもこんな風に上からの景色を見ることができます。まあ屋根がねちょっと邪魔なんですけども見ることができます。はい、こちらの方に出ると開けてるのでちょっと横から見るとこんな感じですね。あそこのリゾートライン見えてますけれども、こんな感じで景色を見ることができます。でここをですね、さらに奥に進みます。で奥に進んでいくとあそこに見えますでしょうか。ちょっと屋根っぽいところ、あそこがですね、ディズニーシーミラコスタの入り口になります。こちら、ここから入ることができます。まあね、こんな今解説しちゃってますけど、私も初めてなのですごくね今テンション上がっております。こんな感じですね。ここウィーンと入っていただき、こんな感じミラコスタの中身に、ミラコスタの中に入ることができました。でさらにですね、奥に進みます。いや、いつかミラコスタに泊まってみたいと思ってるんですけれども、今そのミラコスタ宿泊のためのお金を貯めているところでございます。で右の方に進むとですね、こちらの広間に出ます。ここは東京ディズニーシーのミッキー広場が一望できるスポットになっております。すいません、ちょっと手が邪魔ですね、すいませんね。ただいま9時15分になりまして、第1回目のイッツクリスマスタイムが始まりました。ここのミラコスタからもこういう風に上から見ることができまして、かなりあったかいですし、穴場スポットです。ただちょっと音が聞こえにくいので臨場感は薄れてしまうんですけれども、この景色を見ることができるあったかいところで上から見れるっていうのがすごくおすすめです。このミラコスタの入り口なんですけれども、開園前皆さんが並んでる時ですね、その時間はミラコスタの宿泊者が優先されるので、一般の方はここのゲートを利用することができないというか、すごく遅くなっちゃいます。そういう時は普通にいつも通りいつものアクアスフィア前の入り口から入っていただくという形になるんですけれども、こうやってちょっとねパークが空いてから時間が経った後の時間帯になれば、こうやって私みたいに一般客でもこのミラコスタの入園の方から入ることができるので、皆さんもねぜひ一回トライしてみていただければなと思います。
今みたいにいつも通り持ち物チェックがあって、ここでチケットを見せるという風な入園の仕方、こちらいつも通りですね。はい、こんな感じで東京ディズニーシーに入ることができました。メインエントランスが混んでいて入りづらい時、ぜひこのミラコスタの入り口も活用してみてはいかがでしょうか。それでは今日は短いですけれども、この辺で失礼いたします。人生ハードモードチャンネル、ご覧いただきありがとうございました。また次回お楽しみに。